こんにちは、野中志歩です。今回、私は、はやぶさ2、夢を乗せてという曲を演奏します。地球から3億キロ彼方へ旅立った小惑星探査機、はやぶさ2を応援する気持ちを込めて作った曲です。はやぶさ2が持ち帰ってくる小惑星の石には、太陽系の誕生や命の始まりの秘密が隠されているかもしれません。 どんな秘密が隠されているのか考えただけでワクワクします。そのワクワクが聞いてくださる皆さんに伝わるような演奏がしたいです。この曲を聴いて一緒にハヤブサツヤの旅を応援していただけるととても嬉しいです。頑張れ